日本茨城県上総市内森屋町絹の里内森屋町絹の里2丁目内森屋町絹の里2丁目層立山公園層立山公園内森屋町絹の里は茨城県上総市の地名1丁目から3丁目まである2003年に内森屋町から新設された郵便番号は303-0046当地域の人口は667人 上層市南西部に位置し、全域が上層ニュータウン絹の里地区である。上層ニュータウンの町開きが行われている地区では一番新しく開発途上である。地域の中央を白河市通り、南部を桜通りが通り、地域内は小建てが中心の住宅街となっている。白河市通り北と地域の生誕は工業地となっている。 また、住宅地の緑化に関する、絹の里、花の町づくり協定が結ばれている。最寄り駅は900メートルから1500メートルに位置する、筑波未来市の小犬駅となる。また、路線バスも上層市の立ち域を通らずに、森屋駅へ向かうなど、上層市役所や三塚街道駅などがある、上層市中心部とのつながりがほとんどなく、 生活圏も、上層ニュータウンとして隣接する筑波未来市や森屋市とのつながりが強い傾向がある。しかし、そのような立地にあるため、小学校、中学校、市役所、図書館など、筑波未来市や森屋市の施設よりも、上層市の施設の方がほぼすべてにおいて遠方に、位置する。東、西、南、北ともに内森屋町に接し、近隣には、 上層ニュータウン絹の大北森屋がある。元は、内森屋町鹿工事、鹿口大作、下手山、玉台、ためい、町の入りの一部で、全域が農地となっていた。地域の北東部から西部にかけては、谷津田で、その他は、大地となっていたが、上層ニュータウンの開発によって、現在はほぼ平坦な地域となっている。従前の地名である。 内森屋町と上層ニュータウンの地区名、絹の里を合わせて作られた。また、絹の里は、絹果藩の町であること、独自性があって、読みやすいことから作られた名称である。2017年4月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、関東鉄道上層線森屋駅を結ぶ路線バスが、地域内を走っている。 一般路線バス地域内には、絹の里、絹の里にの2つの停留所がある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地域の東部から約400メートルの場所に、小木の小学校、小木の中学校があるが、筑波未来私立の学校であるので、当地域から通うことは、不可能である。絹西小学校は2.2キロメートル。 三つ海道西中学校は4 9トルもあり、中学校に至っては、筑波未来市だけでなく、さらに先の森屋市の御所家級中学校や、森屋中学校より遠いという状況にある。しかし、内森山地紀野の里町内には中学校用地は設けられていなく、上層市南西部に学校を新設する計画も存在しない。ありがとうございます。